こんばんは。こんばんは。発売記念インスタライブみたいなの知ってない？タイトル忘れてた。こんばんは。こんばんは。みっちーさん、学校終わってギリギリ間に合った。ありがとうございます。間に合ってよかった。こんばんは。寒暖差激しいですが、皆さん無事ですか？エリカさん、ダーツの旅見たよ。ありがとうございます。そうなんです。先月のから公開になっている愛に稲妻っていう映画の宣伝で、佐藤浩市さんと一緒に北海道の七井町に伺ってきました。初めてのダーツの旅だったので、ルプタさん、愛に稲妻見てきたよ。ありがとうございます。嬉しいです。 K さん、 KR さん、愛に稲妻まゆちゃん、怒鳴ってて面白かった。面白かったならよかった。結構怒鳴ってますよね。その今公開中の映画愛に稲妻ももちろん見てほしいんですけど、今日は私が初めて発売する著書本末がいよいよ完成したので、そのご報告と、今日は一日サインを書いてるんですけど、そのサインを書いてる様子を見てもらえればと思ってます。この本もちろん中身は私が書いたことだったりお写真だったりなんですけど、この本自体を私も今日初めて手にしてます。でさっきサイン書いてたんですけど、この開ける瞬間は、開けるっていうかペラ見する瞬間はこう皆さんと見たいので待ってました。あ、サグさん、 SG98 さん、本末買った自分への誕生日プレゼント、嬉しいな。誕生日プレゼントに買ってくださってありがとうございます。じゃあちょっと見てみますね。ここにも書いてあるんですけど、本当にたくさん豪華な方々とコラボというかゲストに登場いただいて、それぞれの素敵な対談であったりとかサインを作ったりとかさせてもらいました。じゃあ見てみますね。いい紙。今回はヌメロジャパンのウェブで連載させてもらってるエッセイも入っていて、プラス書き下ろしエッセイが1、2、3入ってます。目次を見てもらっていいのかな。ま、今度する。エッセイがあったり、中野大河が撮ってくれた写真だったり、この表紙も中野大河が撮ってくれた写真なんですけど、とあとはファッション集とかあったりとか、あとは皆さんの対談定談もありますし、特に私が好きなページになったのが A to G のコーナーで、 A to G って A から Z まで ABCD EFG の質問に答えるって、27ですかの質問に答えるっていうものですけど、今回はその A to G をそれぞれ全員違う方に質問を募集しまして、ここの紹介文で読むと、松岡をよく知るクリエイターや共演者、スタッフ、友人26名から質問をいただきました。なのでもう皆さん全然違う質問をくださって、特
に好きな質問は、まあ、みんな好きなんだけど、でもこう26名の方にすいません質問いただけないですか、あのこういう本を発売するので質問いただけないですかって言っていただいたわけなんですけど、そのいただけますかって聞いてから誰よりも早く、これね、あの到着順なんです、あ見ちゃった、到着順なんですよ、あの載ってるのがね、 A から Z までこの順番は何順かというと、質問到着順なんですけど、この誰よりも早く質問を返してくれた、水田信夫監督は去年初恋の悪魔にて初めてご一緒したんですけれども、水田信夫監督からの質問が特にやっぱ最初ってのもあって嬉しくもあり、わーこれやっぱり A to Z、誰かとのその質疑応答じゃなくて皆さんに質問もらってめっちゃ良かったなって思ったので、これだけちょっと紹介します。水田信夫さん、演出家映画監督さんです。人間の美徳を表現するには美しく生きる必要があると考えます。松岡茉優さんの美しく生きるとは、いい質問でしょ、もう一回読む、聞き逃したでしょ、みんなね通勤通学中だったりもする時間ですからね、電車の中で聞いてくれてる人もいるのかな、ありがとうございます、折り逃さないでね、もう一回読みますね。水田信夫監督からの質問です。人間の美徳を表現するには美しく生きる必要があると考えます。松岡茉優さんの美しく生きるとは、いい質問だな、それに答えてます。だからあのこの質問とかはやっぱり私も長く答える必要があるので結構 長文で書いてるんですけど、あの人によっては本当一言で返していたりとか、本当にバラバラで自由に書かせてもらいました。で特にこのページが好きになった理由は、その皆様からの質問が嬉しかったのとか内容も素晴らしかったのもあるんだけど、ちょっとだけね、ちょっとだけこうやってね、あの昔の写真を、ここに写真って書いてあるんですけど、10年以上お世話になってるヘアメイクアーティストの宮本愛さんが、私が20歳ぐらいの時からあのフィルムカメラで写真を撮りだめてくれてて、でそれをまあ 1,2 年に1回現像してみんなで見たりしてたんですけど、それの写真を使わせてもらったんですよ。だから写真宮本愛って書いてあるけど、この人メイクさんなんですけど、その距離の近いメイクさんとだからこその写真が何枚ぐらいもういっぱい使われてます。なので多分見たことないオフショットがいっぱいあると思うんですよ。そんなのいらねえよって人はいらなくていいんだけど、でも私服とかね、あと歯磨いてるとことか、めっちゃうどん食べてるとことか、なんか愛さんにしか撮れないオフショットが撮れてます。そんな感じ。いや私もこれ初めてさ、あ完成した、で紙がめっちゃいいんですけど、私本が好きだからさ、紙ってさ超大事じゃないですか、紙って。だからめっちゃ嬉しい、この紙超好き、紙が好きかもしれないぐらい本の中で嬉しいな。なんか手前の文章がこうやって本になってるの見るとちょっと照れるっていうか申し訳ないっていうかね。で前も質問コーナーでお伝えしたんですけど、中野大河くんとの写真コーナーの写真は二人っきりで吉祥寺を歩かせてもらいました。なんで二人っきりで歩かせてほしいかっていうのはエッセイ書きました。あの大河エッセイを書きました。中野大河さん用のエッセイを書きました。あのこの中野大河の写真の後ろ、え待って授業中だけどって誰だ、 YVZV さん、授業中だけどだっていいの、内緒だよ、いいの本当に大丈夫、怒られないでね。なんかそのやっぱ写真を撮られることって私エッセイにも書いてあるんだけど、正直そんなに好ましくないっていうと変かな、語弊があるな、もう私を撮ってくれって思ってないのね。まあそんな人あんま逆にあんまいないか。みんなと同じく
写真撮られてなんかふーってことではなくて、だからなんか写真撮られてる自分って、それこそ愛に稲妻にもそういうメッセージあるんだけど、常にこうカメラ越しの自分って演じてる自分だと思うから、愛に稲妻の中にもそういう話あるんですけどね、ぜひ見てほしいんだけど、だからなんかその写真を撮られてないみたいに写真を撮られたかった、写真を撮られることを自分の中で肯定したかったっていう気持ちがあって、タイガと二人きりで写真撮る分にはこう見られたいもああ見られたいもないだろうと思って、あの中野さんにお願いして、で周りのスタッフさんにもお願いして、みんなにはこうロケバスで待っててもらって、二人で吉祥寺デートをした写真が載ってます。なんかね、カメラマンさんとしての中野タイガさんはね、特にこうしてああしてってたくさん言わないけど、あそれ違うんだって時はシャッター切ってくれなかったりとかして、なんかいい緊張感もあり、なんかただただ仲いいダラダラ吉祥寺歩きましたじゃなくて、私の中では結構緊張感ありながら撮ることができたのもいい思い出。そしてやっぱり嬉しかったのは、まあ、全部嬉しいんだけど、三谷幸喜さんと是枝裕和監督の3人での提談です。でこれはもう別に私が入ってるか入ってないかっていうよりも、お二人の話を間近で聞きたかったっていうのと、あと是枝さんの対談集本があるんですよ。でごめんね、今日はもう私喋ってばっかで全然ごめんね、コメントありがとう、後で読むね。ね、なんか是枝さんの対談集っていう本があって、その対談集を読んだ時に三谷さんとも対談されてたんですけど、なんか私から見たお二人ってこう自分のこう演出議論とか映画論みたいなのをたくさん話したいタイプではないと思ってて、ちょっと照れ屋さんっていうか、なんか自分からいっぱいお話ししてくれる方じゃないなって思ってたから、なんかそのお二人が同世代トークをもし繰り広げられるたら、同年代の方もそうだし、映画界を目指している方とか、まさに映画界に今いらっしゃる方にとってもかけがえのない提談になるんじゃないかと思って、ちょっとホストのつもりで、なのでちょっと今回は MC というかライターさんはお控えいただいて、私がホストとして回させていただきましたです。ん、見逃しちゃった、今映画のこと書いてくれてありがとうございますね、映画見に行ってくれたって書いてあった、ありがとう。でこのお二人の提談、三人での提談はお二人の同世代トークも聞くことができたし、すごく私としては満足いくページになりましたし、何よりこうちょっと二人が最後時間決まってたんですけど、ちょっとねこぼれちゃったぐらい、あとこれ聞かせてってお二人が言い合ってるのがすっごい嬉しかった、よだれ出てた、嬉しかったんだ。乗り過ごしてない？大丈夫？乗り過ごさないでね、電車ね。ちょうど帰宅時間ですもんね、帰宅中とかに見てくれてありがとう。出勤中の人もいるか、夜頑張るぞ。であとはそうだ、今日何してたかっていうとサインを書いてたんですよ。でそのサインっていうのが私が今まで、私のサイン持ってる人いるかな、何年ぐらいだろう、高校生ぐらいからずっと松岡茉優っていうのをこう斜めにね、みんなから見たらこっちか、右肩上がりっていうつもりで松岡茉優って書いてたんですよ、右肩上がりっていう祈りを込めてね。なんだけどリリー・フランキーさんと一緒に今回サインを考えるっていう企画をやらせていただいて、リリー・フランキーと新しいサインを考える、20周年を機にサインを変えたいという松岡、イラストデザインの分野でも活躍するリリー・フランキーさんに相談することにっていうページがあって、そこで新しいサインを作らせてもらいました。で今日ずっとサインを入れてたサインはニューサインです。
もうね、今月からはニューサインでいきますからね、私の新しいニューサインで。ちょっと書いてみますよ。これほら、これ本があって、ここに書きます。すでに多分応募してくださってると思うんだけど、なんだっけ、日本橋の製品書店さんでのお渡し会と、代官山蔦屋書店さんでのお渡し会と、あと京都の大垣書店さんでのお渡し会のサインは今日書きましたので、ちょっとみんなに見せるためにもう一回書くね。サインを変える機会ってあんまないじゃないですか。だけど私今年で20周年ってことで、ちょっと変え時かなということで。あとやっぱりその右肩上がりっていうサインにちょっと飽きたっていうか、いや右肩上がりではこれからもいてほしいんだけど、可愛くないからね。できた。これが私のニューサインです。じゃじゃーん。ごめん、反転してるよね。反転しててごめんなんだけど、ここ眉って書いてあります。20周年からのニューサインです。このサインと一緒に全国って言っても京都だけだけど、書店さん回らせてもらおうと思います。で、宛名書き会に参加してくださる方はここに名前書くよ。でお渡しします。宛名書き会応募してくださった方ありがとうございます。なかなかちょっと先着順っていうシステムもあって、知らない間に終わってたって方もいらっしゃって、本当にすみません。でもまた機会あれば、今日初めて私103桁単位のサインを書いたんですけど、まあ、肩は凝ったけど、まあまあまあ、思ってたよりハイペースで終わったので、またできればと思ってるので、またそんな機会があったら応募してくれたら嬉しいです。あと今日書いたサインの中には全国の書店さんにお送りするサイン本も含まれてます。なのでもしよかったらお近くの書店さんに問い合わせてもらって、そしたら中には多分ホームページとかに掲載されてるかな、そのなんかサイン本が行く書店さんも計100冊分あると思うので、それをチェックしてもらえたら嬉しいです。ちょっとそれ分かりやすいようにホームページとかに書いてもらえるように聞いてみますねって感じ。あ、後ろにね、それはね大丈夫だったんです。サインペンをね変えたら、この後ろにさつくか不安でしょ。それもねみんなが試行錯誤してくれてついてないです。大丈夫。こんな感じでサインを書いてます。でも割とハイペースに書けるタイプだったので、私が本当にぜひね、お世話になった地域とかゆかりのある地域を回って、なかなか東京とか京都とかじゃなくてもうちょっと遠いんだよね、なかなかねっていう方とかにぜひ会いに行きたいので、それはまた機会作れるように頑張りますね。ほら結構早く書けるでしょ。だからね、またやりたいと思ってるので、その時はまたお知らせしますね。ということで、本末は11月17日から発売です。すでに予約してくださってる方、 Amazon 予約だと、ステッカーが1枚ついてきます。で、代官山書店さんとかタワレコさんで売るグッズ付きっていうのもあるんですけど、今日グッズ持ってくればよかったね。ウェットティッシュの蓋とマスキングテープと、あとブロマイドを作りました。それは、マスキングテープは私がめちゃめちゃ使うっていうのもあるんですけど、なんか文字が書いてあるマスキングテープがあったらいいなって個人的に思って、なんか例えばこうお手紙とかにペタっていつもありがとうみたいな文字が書いてあったらシールになるし、あとなんかこれお借りしたのありがとうございましたの時に、例えば会社の方にさデスクとかに置いとくとかにありがとうっていうマステ貼ってあったらいいじゃんって思って、で
文字入りの、あとね、ありがとう、またねとかそんな感じ、5ことぐらい書いたかなのマステが出来上がってます。色も私が一番よく使う透明ベージュみたいなやつを作りました。とウェットティッシュの蓋は、私もウェットティッシュの蓋ヘビーユーザーなんですけど、あれ結構使ってる人からすると消耗品じゃないですか、意外とあれって。だからまあみんな使ってくれるかなと思って、ウェットティッシュの蓋にはこの新しいニューサインを書いてますのウェットティッシュの蓋を作らせてもらったのと、あとブロマイドは私の大好きなハロープロジェクトさん公認で、であのハロープロジェクトさんでよく出されているブロマイドを参考に、で印刷所が同じ印刷所さんに頼めて、なのでもうあれはほぼクオリティとしてはハロープロジェクトさんのブロマイドと素材としてはほぼ変わらないかと思います。私も散々見てきたので、散々って言うとよくないわね、たくさん拝見してきたので、あのそういう風に写真を撮らせてもらいましたっていうブロマイドが、ブロマイドはあの店舗によってあの種類が違うので、もしよかったらその種類の違うブロマイドをチェックしてもらえたら嬉しいです。グッズはそんな感じということで、みんな、あれ MM 子さん、グッズ付きのやつ売り切れてたので再販お願いします。あ、もう売れ、そうなの、そうなのか。あれでもなんかタワレコさんとか大会話書店さんとかそれぞれあったと思うけど全部売り切れちゃったのかな。それはちょっとありがた申し訳なさすぎるな。ちょっと確認するね。グッズね、確かに再販できるといいですよね、もしそんなに求めてくださってるなら。でも本当にその私オフィシャルグッズっていうよりはマジで使ってもらえるものが作りたいなって思ったから、そんなつもりで作ったので、もし皆さんが求めてくださるなら再販ちょっと頼んでみます。この本の触り心地はツルツルでもテカテカじゃないツルツルです。テカテカじゃないツルツル。重さはどんくらいかな、リンゴ大きめの L 玉リンゴ1個分ぐらいかな、もうちょっと重いかな、 L 玉リンゴぐらいかな。でもあのカバンに忍ばせてもそんなに重くはないと思うので、ぜひ通勤通学中とか移動中に読んでほしいな。です。じゃあ最後5分ぐらい皆さんの質問に答えようかな。質問くださってるかな、ちょっと見てみますね。あ、ステッカーは皆さんの言う通りやっぱり携帯に収まるサイズが良いそうで、私本当に全く考えてなかったんですけど、大きい方がいいだろうって思っちゃったの。お写真もさ、私もそのハロプロのこの写真だったら大きい方が嬉しいから、大きい方がいいのかと思ったら、みんな携帯に挟んでくれたりとかしたいってことで、あのアマゾンさんの予約してくださった方のステッカーはちっちゃいのになってます。このぐらい、あのこれくらい、これくらい、これくらいのサイズになって携帯に挟めるかと思います。じゃあ質問読みますね。あ、質問いっぱい送ってきてくださってありがとうございます。あ、みちるさんかわいい、ありがとうございます。今晩ですね、今晩9時からテレビ朝日系にてゆりや先生の赤い糸第4話放送になりますので、ぜひ見てください。みちるさんを演じてます。あ、写真集のファッションは私服でしょうか。いや、これはあのファッションシュートっていうことで、ここ数年お世話になっている梅山ひろこさんというスタイリストさんにお願いして、ちょっとあのちょっとおかしなお洋服を持ってきてもらって、結構あのみんなが気になったのピンクのモシャモシャとかもそうなんですけど、
あの辺もね梅山さんが持ってきてくれたんだけど、私服じゃなくてあのちょっと攻めたお衣装を作ってます。デニム上下とかね。あ、アクターさん、まゆちゃんの雑誌、この本のことかな、お誕生日プレゼントに買ってもらう予定です。嬉しいな。なんか誕生日プレゼントとか時期的にもしクリスマスプレゼントとかであの買ってくださったらそれはそれは嬉しいよね。なんかその人にそのどんな形で届いても嬉しいけど、これがプレゼントになるって思ってくれたその方の気持ちが嬉しい。アリリンさん、まゆまゆさん、サイン会のチケット取れませんでした。まゆちゃんに会えるイベント、会える機会、またいつかあったら嬉しいです。ありがとうございます。なんか本当に先着順だったのもあってなかなかあのアクセス間に合わなかった方とか知らないうちに終わってた方とか本当にありがとうございます。本当にあのサイン書くの割と得意だったので、またどこかなかなか都心に出づらいなっていう方にも来ていただけるようなイベントできるようにちょっと考えますので待っててください。ユミさん、来週受験なので応援メッセージください。頑張れ。本も買ってほしいけど、でも本はまず置いといて受験のこと頑張ってください。で無理しすぎずにあったかいお風呂に入って食べたいものを食べて、あなたの魅力が最大に生きるように頑張ってください。応援してます。 45HN さん、またランチライブしてください。しましょう。ランチライブ一緒にお昼食べましょう。楽しいもんねあれ。あ、みーさん、U08 さん、本末は本屋さんでも買うことができますか？もちろんです。全国の書店さんでも販売予定なので、あの一番確実なのはお近くの書店さんに注文してもらうのが確実なんですけど、一応全国の書店さんでも売っていただく予定なんですけども、もしかしたら入ってない書店さんかもあるかもしれないので、近くの書店さんでこれあの本末っていう松岡真由って人が書いた本末っていう本注文できますかって聞いてもらえたら確実です。あとはアマゾンさんだったり楽天ブックスさんでも売っております。 211Y さん、お友達と本末開封式するの嬉しいな。そんな風に使ってくれるんだ。私もあのモーニングのライブ DVD 開封式するな。嬉しいな、そんな風に言ってくれるの。お気に入りのページはめちゃめちゃあるんですけど、なんか今日全部話したんじゃないかってぐらいだけど、なんかあの同世代でいくと、あの板垣パル先生との対談では、板垣先生、私あの板垣先生の大ファンなんですけど、板垣先生があの出会った時、対談した時のことをコマ漫画にしてくださってて、で板垣先生の作品、今連載中の3弾ももちろん大好きなんですけど、好きになったきっかけがビースターズっていう漫画だったんですが、ビースターズは私たち人間じゃなくて動物が肉食草食で分かれてるっていう物語なんですけど、私がある動物になってまして、それがめちゃめちゃ嬉しかったし、もしビースターズも好きで私のことも知ってるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひこの漫画読んでほしい。私がちょっとビーストになっちゃってます。で、あ、サイリとのやつは、サイリとのあのいつもそのメッセージがすごく面白いなって思ってたので、そのサイリと私のやり取りがね、なかなかなんていうのかな、本当に皆さんも親友同士だとそういう会話になると思うんだけど、なんかサイリとは対談とかかしこまって対談すると多分照れ合っちゃうしと思ったので、で今ポッドキャストも始めさせてもらったので、サイリとはなんかお話とかじゃなくて、そのチャットルームを見てほしいなと思ったので、チャットルームをそのまま打ち込んでもらって、可愛いチャットルームになってます。でその実際に私たちそのメッセージのやり取りなんだけど、それをコピーしてもらって、で打ち込んでもらったんだけど、とても素敵なイラストレーターさんにイラスト描いてもらって、すっごい可愛いチャットルームになってます。大ファンになっちゃった。
なんか本当どのページもお気に入りなので、どれ一つとは言えないんだけど、あとはあの私がいないお身内座談会っていうのもあって、マネージャーさんとか、あとは私のさっき紹介したメイクさんや衣装さんとかが私がいない状態で座談会をしてくれていて、そこにちょっとやっぱり私のエッセンスもということで、私が一言手書きで書き添えてます。なんかなんとかだよみたいなのを追加でね書き添えてるんですよ。なのでちょっとあったかいページになってるかなと思います。のでぜひ見てほしいです。よいしょ。改めて本末は11月17日に発売になります。なかなかあの本屋さんまで行くのがしんどいよっていう方はネットでも、本屋さんに行けるよって方はぜひ本屋さんでも買ってくれたら嬉しいです。あ、最後にいい質問だ。 GIMP さん、何時間ぐらいで読み切れる本ですか？これね、お写真のページも結構あるんですけど、活字のページもかなり読み応えがあるので、多分ギリ学校の朝の図書で読んでも怒られないぐらいかな。結構活字多いんですよ。写真もあるけど、全体量としては活字の方が多いと思う。私のエッセイとか対談とか、多分ギリ朝の図書で怒られないぐらいなので、ぜひ、何時間ぐらいかな、私だったら2、3時間かな。でもね、そんな一気読みじゃなくてゆっくり読んでほしいです。なんかちょっと目指してるのは、そのカフェとかで、あれ続き読もうって読んでもらえるような本だったら嬉しいし、もしカフェにフラッと私が入った時にこれ読んでくれてる人がいたらめっちゃ嬉しい声かけちゃう、嬉しいです。ぜひぜひ、あの無理なくですが、皆さんなかなか季節の変わり目でね、寒暖差も激しいですから、なるべく体をいたわって食べれるものを食べて過ごしてください。なのでこのあなたのこの冬の年越しに向けて、冬のお供になってくれたら嬉しいので、ぜひ本末チェックしてください。ということで、本末の記念インスタライブでした。なんか私は本当いつも照れくさいし、私のいるかって思うんだけど、スクショタイムしてくださいって言ってくれる方がいっぱいいた、見つけたので、ちょっとじゃあスクショタイムしようか。はい、あ、どうやって消すんだっけ。あ、そうそう、学んだんだよね。そうそう、これこれ、まゆくまさん、アットマークを入れ、アットマークをコメントに打つんだって。そうするとコメント消えるんだよね。そう、前スクショタイムって私がなんかしなきゃいけないと思ってたんだけど、知ったのよ、私じゃなくてみんなだった。はい、スクショタイムです。いる私的にはどうかなって思うんだけど、いるって言ってくれる人がいるから、じゃあいるかって思うんだけど、最近覚えたやつ。撮った？ありがとうございますということで、皆さんお忙しい夕方の時間帯に見てくださってありがとうございました。今日は本の話をたくさんできたので、本の発売ぐらいまでアーカイブ残したいなと思っているので、あのページのことなんて言ってたっけって思ったら、ぜひぜひもう一回見てください。あ、 ARGW6 さん、看護学生、高校1年生で勉強大変なので応援してほしいです。頑張って、勉強つらいよね。でもあなたが楽しいなって思う日が一日でも多くあるといいなと思うし、なんか買って買ってってわけじゃないんだけど、ふと開いた時にちょっとなんかホッとする本だったらいいなって思って作ったので、もしあなたが頑張るお供にこれがあったら嬉しいです。そう、そんなつもりで作ったの。なんかなんだ、はあ、まあ大丈夫かって思ってもらえるような本だと嬉しいなと思います。じゃあみんなまたね。今日も一日お疲れ様でした。これから学校の方、お仕事の方は行ってらっしゃい、頑張ってね。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。